シューだ。ユーメン。シュー。銀歯がある子は 100% でいい子、ヤマト。カムダです。ありがとう。今日は、服まずね、ちょっと冒頭なんですけども、はい、僕のこの色に触れていただかないと、大変なことになってしまう。前回の動画で僕一人でこの色で出たんですけど、あまりにも黒すぎて、ちょっと人間として認識されてる感がなかった。いや、だって俺ってさ、割とメンバーの中で黒い方や。うん。俺だって白見えるもん。ファンの皆さんに言いたい。もうちょいしたら落ち着くから離れんなよ。俺も言ったけど、大量に離れたから。ほんとそうだよ。24時間ヒサロンの時。あれをやってから、ファンの方が大量に離れた。大量に離れた。っていうのもヒューがさっきタバコ吸いながらアドバイスもらった。なるほど。黒くなったらファン離れっから経験者二人みたいな感じで。ということで早速企画のトークに入るんですけど、はい、皆さんにとって洋服っていうのはどれぐらいの頃重きを置いてるのかみたいな。まあ、YouTube 活動始めておくようになった。まあそうだね。みんな昔に比べてさ絶対おしゃれになってる。なった。こう足もダンブさんね。足もダンブさん。赤くしてもらいましたほら。そうそう。ほら後ろとか。髪もそうだけど服とかも。色変えるでしょ。あちゃんもこういうさズボンとか買ったりさ。太めのね。オーバーサイズの感じとか。ユーマは。いや、私、言うとけどいいよ、着てるよ。それだって、ハッキーが見てるよ。一応、興味があると。言ったらいけてるわけですよ、僕たちっていうのは。真肌から見ら。確かに。いいよ、大丈夫。いや、やめてよ、泣く人の顔でしょ。50万目指してて、おしゃれですってなってますけど、本当におしゃれなのは誰なんだっちゅう。まあ、だから上位2人だろうね。ゆうた、やまとの上位2人がおしゃれだろうね。やりやすいギルド作るの。いや、ほんとになおちゃん。ヒューが結構孤立してる。違う話すんねん、バカ。1、2が頭抜けてて、ここにヒューがいて、もうめっちゃ下に置いてる。いや、俺らはここだけど、これぐらい離れてるよ。あ、わっちゃんはもっと下に。どういう世界だろう。同じぐらいの人気だけど、お前たちいるぞっていう。今回の企画なんですけれども、ファッションセンスたるものが、あやふやというか、なんか主観ですから、あんまりこう、決めがたいものじゃない。まあなんで今日はちょっと平等に決められるシステムみたいなのを。俺？ということで本日の客、ヤマトの服着こなし対決。おお、なるほど。今回ですね、僕ら一応一人暮らしをしてるということで、まだちょっとこっちに完全に引っ越してきてはないんですけど、服とかを移動させてるんで、ズボンだったり洋服だったりとかあるわけです。割と量的に僕結構持ってるたくさんで、これもちょっと皆さんに自分なりにコーディネートしていただいて、人の服でも着こなせればまあおしゃれというか。うん、おしゃれってインスタとかにさ興味持たれる。これで優勝してみる。ガッポーガッポフォローくる。おしゃれなんか真似しようって女の子だったら男がガッポイビデオだったとしても見に来てね。今回一応ね、ビリに罰ゲーム設けてます。発表します。1週間ツイッターで深田栄美さんっぽいツイートをしていただくと。うわぁ、知らないんだけど。大丈夫、伝わる。深田栄美さんってセクシー女優なんですけど、まあ多分ね、SNS で言ったら多分、アスペキララさん、三上岩さん、深田栄美さんなんです。まあこう、自撮りして、何してほしいとか。ということで、ガチな対決になるので、サボさん。マジでガチよ。それでは、やっていきましょう。はい、ということで、早速、まあテーマから発表するんですけど、今回のテーマ、彼女とのデート。なるほど。どこっていうのは自分で。まあそうそう。なるほど。オッケーオッケーオッケー。じゃあその場所みたいな自分なの。そう、そこまでガチガチにしちゃうと、ちょっとまあ似たり寄ったりにもなってしまう。面白くない。一番重要なのが多分順番決めなんですけど、一回どうしよう。ミニっていう。あ、いいです。ミニ。じゃあ雰囲気捉えたい。ということでね、そこにズボンが入ってるんで。見て。おお。まあちょっと感覚的に言うと、前がジーパン、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 レザー。レザー。レザーを攻めるやつが結構すごい。そうだね、レザーとか。まあでも白パンとか結構いろんな。白パン。これいいな。これかわいい。それね、ナオくん。これナオくんのやつだよね。一応上には、ベルトとかね、帽子とか、そこら辺のミニグッズとかもある。サングラスとか。はい、で、下のここにはアクセサリーも入ってるんで。おー、めっちゃ本当に。で、奥に、シャツ。あ、うわすごい。あ、すごい。ほら。うわ、出た。つなぎだ。まあ、デートだもん。まあでも着こなし方で、かっこよくも着れる。着れるということで。うわ、これ懐かしい。変装の時に着たわ。着てたね。見て。ヤマトの知識。ヤマトの知識が少しだけ詰まってます。少しだけ。超直感力。全然恥ずかしい。この世界で死ぬまでにしたいことを2000。すごいやね。いやいやいや。チェンジなんだ。こいつは俺らと本で話してるから。違う違う違う。俺らのメンタルが本で。違う違う違う。こんな感じで、まあちょっとパンツ選んで、上選んでみたいな感じでやっていただきたいんですけれど。ちょっと順番決めだけ。あっちしますか。あ、わかったわかった。はい、っていうことでね、まあルールなんですけれども、一人ずつ着替えてもらいます。順番決めたらこう全員出てきて、で最終的に僕は順位をつけます。で、そのビリが罰ゲーム。では1位の人は、まあ一番フォロワーが飛んでくるんじゃないかっていう。まあそれはもう何よりもね、僕ね49,826人で、あと少しでね5万人いくんでね、みんな協力してくれると本当に嬉しいです。お願いします。こういうのは OK なの？2人的には。
まあ卑劣だよ。そういうところが疲れてないんじゃ、こうやって一緒に飲み作ってるやん。疲れてなかったら最悪なことだよ。ぶっちゃけ今俺らも入っていけば、そうだ、完成すんなよ。何で自分以外の指差しとかは、おー、分かった人かな。一番手に言ってほしくない人は何でも最後になってくる。まあ、じゃあまあ下馬評で言ったらゆうたのファッション、ゆうたに最初が最初に指差されるやつ一番センスがないと思うんだけど、自分以外でしょ。せーの、あ、よし、あ、違う。これはまあ、自負してる。多少ですね、っていうか、タッパ的にマジでなんだっちゃう。あっちゃんも別に、おしゃれ。たまに合わせが、間違えるときあるから、そこが。次は刺されたくない、リアルに。今に言ってほしい人。せーの。誰がファッションセンスないの?4人が刺すって。キューガはあれだよ、服を大事にしてないよ。いや、そんなことないでしょ。キューガの服はやっぱ行方不明になるよ。まあ、それは。じゃあ次、3番目。せーの。何してんの?ゆうたら、ゆうた3番目だ。何してんの?え、何してんの?いや、やっぱゆうまに地獄を見てほしい。いや、必要だね。じゃあ順番。2番。2番。3番。4番。結構頑張ります。まあでも4番って言っても。いや、俺これ取れたかと思う。あれがあるね、これ。4番ってね、むずいだよ。絶対ガチ来た方がいい。怖い、あの振りに見えたよ。行こう。じゃあもう1番手かな。ぶち倒してください。はい、ということで1番手、青木、かしてみます。いや、ほんとにね、デートって言っても、場所決まってないらしいから、ちょっとね、なんか海みたいな。C ね。僕はなんかブラッキーが好きなんで、完璧ブランド任せになるんですけど。下がね。黒に、これはないよね。だから、海だからさ、サングラスとかかけてみて。あ、いいやん、いいやん。結構いいんじゃない?あ、いい感じじゃない?俺結構早もん勝ちかあるよ。うん、そうなんだよ。全部漏れまーす。かな?決まりましたか?着替えてもらって、この画角を飛ぶので。せーの。それではファーストチャレンジャー、麦君の登場です。どうぞ。おー、なるほどね。いや、いいよ。意外と似合う。うん、すごい。時計もいいね。なるほどね。うん。はい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 。いいですね。テーマは海。ああ、海。海デート。素晴らしい選択だと思う。マジ?まあ、マイナスポイントとしては、やっぱ、裾引きずっちゃってる。折ってもなかったね。あっちゃん、折って出てきて。俺、折ってたよ。で、ちょっと深上げてもらって、ベルトはしてんの。こういうとこだ。なるほどね。かっこいいです。かっこいい、かっこいい。僕それなんかモデル撮影の時とかしかつけない。はい、あ、プライベートであんまり、プライベートで使ったことないです。ああ、それから髪を上にこうかき上げる時に使うサングラス、こういう感じ。ああ、そういう感じだったら割と1位の可能性はないでしょうね。さあ、お疲れ様でした。テーマなんだけど、あっちゃんが海だったじゃない。まあ、かぶっちゃいけないわけよね。まあ、そうだね。じゃあ、お買い物、都会にお買い物行こうか。買い物デート。うん。まあ、まず、こちらね。あ、ヤマト愛用のね。愛用の。ヤマト愛用のこちらをね。だから、ズボンをどうするかっていう。あ、もう脱ぐんだ。でも、脱いでたら早い。あー、いい感じじゃない?うん。閉まんなよ。あれ?閉まんないわ。デブ出てね。どう?これとか。やりすぎだよ。やりすぎだよ。で、これ繋ぎみたいにして。やりてじゃん。いいよ。おおおお、ほぼあと愛用のね。ああ、いい感じやね。これをバーン、いい感じやね。なるほどね。完成形というか、完成形ということで、セカンドチャレンジャーヒューガ君の登場です。お願いします。はい。おおおお、感じか。まあ、シャツシャツちゃうな。すごいね。ボロズいったね。サングラス。ジョジョだよね、これ。ジョジョっぽい。あいつゴロズいってる。テーマ、街でお買い物。ああ、なるほど。ダフな感じで行きたくて、ジーパンとかカチカチしちゃうから。カチカチっていうか、あのジーパン入らないだけでしょ。入ったの?いや、余裕で。めぐってよ。おぉ、ほら、映ってる。だってさ、お前シャツもツルンツルンなわけやん。で、スーパーとか行ってちょっと高いものピーナッツバター取ってって言ってみ。あ、ほら、全然ダメじゃん。わかる。デザイナーさんみたいな。うん、キューがカメラマンとか。まあ、いそうだね。うわぁ、せぇ、あ、足長いね。あ、そうか。
ルが最近なんか動きの笑いになった暫定2位。じゃあ俺もあっちゃん。まだ勝った可能性が高い。まだ分かんないですよ。暫定だから。ゆたくんの番です。お願いします。ファッションリーダーよ。いや、そうなってることがおかしいのよ。なんでよ。だってヤマトやん、多分。これ行くって、あ、けどどうなんだろう。こういうことか。まあ、それがだから、いわゆるセットアップ的なことなんだろうね。1位になるためには、うん、何かしないと、うん、ワンポイント。まあ、じゃあちょっとテーマから決めるか。テーマ決めよう。テーマは、ドライブかな。ドライブ。うん、ドライブにしようか。彼女とドライブ。ドライブデート。メガネ1個もない？あらやだ、メガネ1個もないじゃない。これ、いい。いいね、いいね。いい。オッケー、じゃあ、オッケー。オッケー。入れていくわ。オッケーです。それでは、サードチャレンジ、ゆうたくんの登場です。お願いします。楽しみですよ、これ。はい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 、なるほどね。いつも下北に揃える。今日は渋谷にもワンチャン出てきそう。出るんじゃないかな。いい、うん、いや、あ、テーマドライブデート。あー、おー、で、これ CM ダンクローさんこれ見させていただいて、これ左腕かっこいいから。まあ確かに運転してる姿が高いな。素晴らしい。ゆうたくんストリートっぽいじゃないですか。俺の持ってる服の中でもストリートっぽいのね。なんかちょっとすごいな。いかんすか、大脚なもんで、タイトなもの、プシュのもの、本当に大脚だね。あのやばいからね。暫定1位ですね。シンプルですか。シンプルな順位ついてる。いや、じゃあ続いてラストチャレンジは言うわ。あ、いや、動画落とすことか考えなくていい。どうせ順位発表がある。あ、そうかそうか。はい、ということでね、うん、もう4番目なんですでも普通にやっても多分もうみんな見飽きちゃうと思う。そうだね。だから結構この中である中で結構派手めなファッションで頑張って、うん、デートですもんね。デートだね。まあ、大阪の人っていう関西デート的なことで、関西の人なら許してくれるかなっていう。なるほどね。これボンちゃんが結構やれって言ってるから。言ってない言ってない。ボンちゃんがこれやったら結構この動画面白くなるよ。そんなこと言うわけないやん。これが一番。はいはいはい。まあ多分これでしょ。これでこれでなんかイメージに好きな人は好き、嫌いな人は嫌いな人。うんうんうん、はい。あー、めっちゃいいと思うけどね。まあ、どうなるか分かんない。行きましょう。はい。まあそこまで飛んでみましょう。うん、はい。ピュッ。それではラストチャレンジャー、ゆうまくんの登場です。お願いします。ふざけちゃってるかな。あ、何言ってんの。何でしょう。何で女が晴れてる。一応じゃあテーマから。関西の女の子とデート。派手派手な感じ。じゃあちょっと派手な声出してみようかなみたいな。真面目ということ。真面目だよ。面白い。真面目。違う、手の位置は。いや、いいんだけど、閉まってなかったっていうのがやばい。閉まってたら俺結構いいと思う。素材は、うん、あるよ。バケハみたいなと思ったらもう、うん、そうだ、確かに。くさーっじゃあちょっといいですか。バカなんだ。なんで予想通り出てくるんだよ。このバケハとかがね。じゃあ、実は下ろしてやる。おお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 これバケている？そうだろ。中井くんだな。中井くんだな。もういるわけないけど、その赤いバケなのに、その感じ。ねえ、ユーマ。ねえ、ユーマ。ねえ、ユーマ。YouTube だな。ということで、結果発表！よし！ということでね、今回ファッションセンスをかけた、俺の服着こなし対決ということだったんですけど、まあ、3位から発表していきたいと思います。まあ、罰ゲームは仲いいな。まあ、僕はこれちゃんとつけますよ。うん、僕はセンスも疑われてしまうんで。第3位9。あんだけ前出てきた。一応そのまあ減点の内容といたしましては、まずあのズボンが閉まっていなかったという、今はもう閉めてるんですけど、あのすいや、もう鬱血しちゃってるんですよ。こうやってね、俺らの中とかを晒して人気を上げていくんですよ。彼らは人を蹴落として上がっていく。そうだそうだ。僕たちの 0.5 画角の変な顔とかすぐ晒そうとしてる。それ以外はね、あの服の組み合わせだったりとかすごい良かったんですけど、やっぱ閉まってないということで、第2位、アムギリ君です。よっしゃ、やった。まあ無難だったんでね、アムギリ君は。でも、まあ、海とこのサレルっぽいこのパンツが合ってたのかなっていうことと、うん、まあ閉まってたんで、あとはベルトとか、まあ裾とか、まあ限定対象だったんですけど、まあまあまあ全然。いきます。第1位、あ、ゆうたくんです。昨日打ちどころがなかったっていうのと、まあ自分がね、あのストリートスタイルっていうところでゆうたくんがね、
まあ、そういうスタイルを持ってるんですけど、まあ、僕の持ってる中にはそのストリートスタイルに寄せれたということで、あるものでおしゃれをするっていう、まあ、今回の企画に一番沿ったのはゆうた君だったため、ゆうた君が1位です。ありがとうございます。ダントツで1位です。でビリー、これゆうま君。いや、よく見れば、あれだよね、男っていうもんは戦っていく、挑戦する姿がかっこいいから、こういうところを視聴者さんは見てほしいよね。いや、見てるよ、俺ら締まらないかもしれないズボン履いた、はい、強気なパテントだね。まあ、一番の原点対象なんですけれども、設定がありえない問題だ設定力で出てたね設定が無茶だったというプラス、まあ、パワーパンが完全に締まってない。でも、まあ、あとは普通になんか、まあ、気をてらいに行くなら、もっと気をてらいに行った方がよかった。なるほど。うん、まぁ、あ、ちょっと残しちゃったのと、まぁ、あ、あとここハゲすぎ。あ、髪型ね。ハゲすぎ。ということで、ゆうまくん、罰ゲーム決定です。お疲れ様でした。一週間、深田恵美さんツイート生活ということで。まぁ、あ、頑張れ、ゆうまくん。ということで、本日第1回ファッション王決定戦でした。ゆうたくん、おめでとうございます。ありがとうございました。それでは皆さん、次の動画で、バイビー。